どうもありがとうございました。ただいま踊り込んでまいりましたのは木村連の皆様です。ご来場の皆様にお知らせをいたします。先ほど迷子の放送をしました。宮田あゆみちゃんは無事に保護されました。ご協力ありがとうございました。それでは木村連の連勝会をいたします。木村連は平成5年に設立し、今年で25回目の参加となります。主に越谷市全域から阿波踊り好きが集結し、子どもから大人まで楽しく練習しています。今年のテーマは基本からの進化です。一つでも二つでも去年までの自分を超えるという意気込みで頑張ります。そして見ている人に少しでも感動してもらえるよう頑張ります。踊りは選手を阿波踊りにこだわり、阿波踊りはダイナミックに、内輪踊りは個性豊かに、女踊